はい、今回は、プロ野球スピリッツエース、アニバーサリーセレクションの、第2弾が、出ましたので、それを60連引いていこうかなと思います。はい、それではやっていきましょう。今回も第1弾に続いてめちゃくちゃいい選手が出てきているので、とりあえずちょっと見てみましょう。はい、まず鈴木誠也選手、今回60連引きますと自チームのアニバーサリープレイヤーが当たりますので、鈴木誠也選手になっていこうと思います。次は坂本選手ですね。去年のベストナインのを持ってますんで、ちょっと迷いますが欲しい選手です。次宮崎選手ですね、首位出し取られてるんでミート85あります。はい、次糸井選手、糸井選手も BBA なんでとても能力が高いと思います。山田哲人選手ね、今シーズンちょっと不調だったんでミート B ですけど、やっぱり能力が高いです。で、京田選手、ルーキーの京田選手ですね、新人王候補なんで高い能力になってます。はい、大谷選手ですね、前回の打者持ってるんですけど、日本球界でいなくなっちゃう可能性があるんでゲットしておきたい選手。はい、澤畑選手です、抑えなんですけど自分は中継ぎで欲しいなと思ってます。はい、ロッテのチェン投手ですね、左のピッチャーとして BCB ありますので能力高いと思います。次おかわりくんですね、パワー A ありますんでとても面白い選手だと思います。キース選手ですね、これ能力オール A なんですよ。先発としてはものすごく欲しい、狙っていきたい選手です。で、最後 T 岡田選手ですね、ミート B あってパワー A あります。この選手も能力高いんですけど、岸選手を狙っていこうと思います。60連で鈴木誠也選手は当たるんで、S じゃないですか。なんか S 確定っぽいですね。来い岸選手、来い岸選手、来た。いや A か、 A だ。さあ S は来るか。これ S 来たでしょ。これ岸選手、岸選手来い、岸選手。おかわりくん、いやおかわりくん全然 OK ですね。パワーやって欲しい選手だったんで、え、よかったです。おかわりくんゲットです。さあラスト A ランクですね。あー、でも坂本選手、いやベストナインの持ってるんで使えますね。はい、じゃあどんどん行きましょう。2回目、まあ、ここはまだ確定じゃないんで、ここ S ランク出てくれるだけでも全然嬉しいですけどね。さあ来い、岸選手が欲しいですね。来ないか。ラスト A か。 A だな。はい、じゃあどんどん行きましょう。3回目は1チームではないですけど1人確定ですんで、誰が出てくるか。さあ S 来い、 S。 お、あー A ランクですね、 A ランク。さあラスト、スランク誰だ誰だ誰だ。お、サボテ選手、いいっすね。自分中継ぎ本当にないんで中継ぎで絶対使います。じゃあどんどん行きましょう。4回目はね、確定ではないんで、とりあえず S ランクの選手。A ランクですね。さあラスト、あ A ランクか。あ、でもおかわりくん使えますね、使えます使えます。はい、それでは5回目いきましょう。とりあえず S ランク出てこいってことで、お、あ A か。S ランク来い、ラスト A か。それでは6回目いきます。まあ今回これ自チームが決定なんで、鈴木誠也選手は間違いなく当たるんですけど、
もう一人ね、岸選手なんかも当たれば一番理想的ですね。それでは行きましょう。さあラスト、来い。お、A か。お、ここで A ランクの岸選手。あー、S ランクが欲しかったっすね。S ランクをここで当たればラストか。あ、そうか、これラストか。鈴木誠也選手、まあでも鈴木誠也選手ゲットできたんで、いや、よかったです。はい、今回は、おかわりくんですね。おかわりくんゲット、そしてサファテ選手もゲットしました。で、ラスト鈴木誠也選手ですね。なかなか良かったです。で、前回対戦するって、練習試合対戦するっていうのがあったんですけど、ちょっとクライマックスとかでできなかったんで、今後やっていこうと思いますので、ちょっと楽しみにしてもらえればと思います。ありがとうございました。描きかけの後悔図は握りしめて進めばいい。確かなこと